はい。皆さん、こんにちは。ジムの日焼けマシーンで少し焦げているネット物販講師の黒沢です。今回は、俗に言う情弱ビジネス発信者が、すべて自己責任という発言をよくしていますが、その発言に対して私は違和感を覚えたので、自分なりに分析、言語化してみました。今回の動画参考になったという方、よろしければ、高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。先に結論から申し上げます。すべて自己責任という言葉、それ自体は正しいと思うんですよ。しかしながら、それを生徒に押し付けるというのは話が別になってきますし、そもそもその発信者の人が全て自己責任だとカッコつけて言う権利を有しているかどうかもまた別の話になってくると思います。この3つの観点それぞれから話をしていきたいんですが、1つ目、全て自己責任という発言そのものは正しいと思うんです。例えば3つ例出しますが、恋愛体質の方、自分も昔そうだったんですが、結局のところ自分の仕事だとか生き方に対して不平不満があるだけにもかかわらず、それを恋人が自分のこと理解してくれないだとか、恋人が自分の思い通りに動いてくれないだとか、当然人は自分と違うので思い通りに動いてくれるわけがないんですが、そういった状況になり得てしまう。二つ目の例なんですが、この延長線上で境界性パーソナリティ障害って言葉ありますね。私はお医者様じゃないので誰が彼がっていうつもりはないんですが、自分と相手の境界線が曖昧になってしまう。相手が自分の思い通りに動いてくれないとブスッとしたり激高してしまうっていう状況にある方もいらっしゃると思いますし、三つ目、自己愛性パーソナリティ障害、ナルシスティックパーソナリティディスオーダー、俗に言う NPD という症状は、ブラック企業のワンマン経営の社長によくあることなんですが、自分の意見に対してイエスと言ってくれるイエスマンしか認めない。自分の意見と異なる意見を言うといきなり激高したりする。結局これって突き詰めていくと全て自己責任に落ち着くことではあると思うんです。しかしながら、二つ目の観点でお伝えした、それを生徒さんに押し付けてしまうのは話が違うと思うんです。なぜならば三つ目の観点、自分自身がそれを言う権利があるかどうかっていうポイントに着目すべきだからです。そして生徒さんに全て自己責任を押し付けている情弱ビジネス発信者が全て自己責任だという権利を有しているとは私は到底思えません。なぜならば、自分がお金をいただいて預かった担当した生徒さんが思うように何かしらのビジネスで実績が出ない時に、自分の指導に不足があっただとか、自分の教え方がよろしくなかったという観点を完全に捨て去ってしまって、この生徒さんが全て自己責任の精神を持っていないから実績が出ないんだと、教える側として生徒さんのせいにしてしまっている、他責にしてしまっているからなんです。山本五十六の名言で、やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじという言葉があります。やってみせ、要するに全て自己責任だということを自分で体現せずに、生徒さんのせいにしているにもかかわらず、生徒さんが全て自己責任で進んでいないことに腹を立てる。だから実績が出ないんだと。指導しているにもかかわらず、生徒さんのせいにしてしまっては本末転倒です。我々は講師として生徒さんの上に立っているわけではないと個人的には思うんです。たまたま私であればネット物販という世界の中で、生徒さんよりも先に始めて、生徒さんよりも実績が出ているから教える立場に立っているものの、人生レベルの話をすれば、自分よりも一回り二回りも人生経験をお持ちの方々が私の生徒さんでもザラにいらっしゃるわけなので、人間性だとか人としての器だとか、それこそ全て自己責任の精神だとか、自分が 70% ぐらい体現できているとすれば、生徒さんの方が 90% ぐらい体現できているって場合だってあり得るわけです。さらに自分の方がネット物販の経験あるとしても、生徒さんの商品リサーチを見て感動することしょっちゅうあります。なるほど、こんな観点で商品リサーチをするのか、なるほどこんな商品もあったのかと、毎回脱帽することっていうのが多々あるんですね。よって自分が長けている分野であっても、自分よりも経験が浅い方から学べることは多いわけですから、言うなれば講師という
というのは、お金をいただいて勉強させていただけるものすごくラッキーな仕事だって個人的には思っています。今回の話まとめます。すべて自己責任だと一丁前にしたり顔で生きって言っている人に対する違和感を言語化してみると、要するにすべて自己責任だという言葉をかざすことによって他責にしているからだと言えると思います。よって例えばツイッターの短い文面の中でそれを表現するのは難しいかもしれませんが、少なくともすべて自己責任という発言をする際は、例えば私もすべて自己責任できないことがあるだとか、とはいえ自分が生徒さんの指導を担っているわけだから、生徒さんが実績出ないのは私は自分の責任だと考えている、だから実績がうまく出なくて悩んでいる生徒さんご自身はわからないなりに自分で考えて仮説を立てて進んでみる、自分が何かできることはないかというアドラの三角柱的な考え方ですね。他責にするのでもなく、自己憐憫に浸るのでもなく、今から自分に何ができるのかにフォーカスして試行錯誤していただきたいと思うものの、自分も指導させていただいている身として、まだまだその生徒さんに十二分な指導ができていないということを自制自戒して、生徒さんにより良いサポートができるよう鋭意尽力させていただきますまでを話して、ようやくすべて自己責任という言葉をしっくりと腹に落とすことができるようになるのではないかなと思います。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。最後までご清聴くださりありがとうございました。